マーサナリーは、デンマーク出身のヘビメタルバンド。メロディックデスメタルに分類されることが多く、デスボイスに加えて、クリーンボーカルも多用した、パワーメタル色が強いのが特徴。1991年、オールボーで結成。創設メンバーは、ヘンリック・クラル・アナスン、ハンス・ヨルゲン・アナスン、アンドレアス・ハンセン、ヤコブ・ヨンセンの4名。百九十三年、ファーストデモ。 ドミサイルをリリース。同年に、ハンス・ヨルゲン・アナスン、アンドレアス・ハンセン、ヤコブ・ヨンセンの3名が脱退。ヤコブ・モルブ・イエルグ、ラスムス・ヤコブセンが加入、3人体制となる。またこのメンバーチェンジに合わせて、ヘンリック・クラル・アナスンが、ギターからベースに転向している。1994年、セカンドでも、ガミシルドをリリース。その後、 ニコライ・ブリンクマンが加入し4人体制となる。1996年、EP、スプレマシーをリリース。その後、デンマークのインディペンデントレコードレーベルシリアス、エンタテインメントと契約。1998年、ファーストアルバム、ファーストブレスをリリースしデビューする。デビューしてから少しして、ニコライ・ブリンクマンが脱退、シグナー・ピーター・センが加入。2002年、 モルテン・サンダガーとミッケル・サンダガーが加入、それまでの4人体制から6人体制となる。オランダのハンマー・ハートレコードに移籍して、セカンドアルバム、エヴァー・ブラックをリリースした。リリース後には、ラスムス・ヤコブセンとシグナ・ピーターセンが脱退、マイク・パーク・ニルセン、マーチン・ブース・ペデルセンが加入した。セカンドアルバムリリース後、大手ヘビメタルレーベル、センチュリー・メディアレコードに移籍。 2004年にサードアルバム11ドリームスをリリース。同アルバムは日本でもアバロンレーベルからリリースされ日本デビューを果たした。2006年オリジナルメンバーのヘンリック・クラル・アナスンが脱退。もともとクリーンボーカルを担当していたミッケル・サンダガーがデズ・ボイスも担当し、正式ベーシスト不在のままフォースアルバムザ・ワーズ・ザット・リメインをリリース。同アルバムではベースを プロデューサーでもあるヤコブ・ハンセンがセッションで担当した。同アルバムリリース後、ヘンリック・クラル・アナスンの後任にレネ・ペデルセンが加入。レネ・ペデルセンがデス・ボイスによるボーカルを担当する。2008年、フィフスアルバムアーキテクト・オブライズをリリースした。同アルバムリリース後の翌年、ミッケル・サンダガー、モルテン・サンダガー、マイク・パーク・ニルセンの3人が脱退。 メンバーの加入はモルテン・ローベ・ソ連戦のみで2002年以来の4人体制へと戻る。また、このメンバーチェンジによって、レネ・ペデルセンがクリーン・ボーカルも兼任、マーティン・ブース・ペデルセンがキーボードも兼任するようになった。さらに、オーストリアのノイズ・アート・レコードに移籍した。2011年、シックス・アルバムメタモルフォーシスをリリース。リリース後、 モルテン・ローベ・ソレンセンが脱退、ピーター・ミカエル・マティーセンが加入した。2012年には、センチュリーメディアレコードから、11ドリームス、ザ・ワーズ・ザト・リメイン、アーキテクト・オブ・ライズの3枚をセットにした、コンピレーションアルバム、リコレクションズ、ザ・センチュリーメディア・イヤーズがリリースされている。2013年、セブンスアルバム、スルー・アワー・ダーケスト・デイズをリリース。2020年に、 ドラマがマーチンにセ線に交代したことが発表された。ありがとうございます。